Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of 19 multiplied by 7, or the Winter Solstice. 19 saktan Toji. 今年はその作誕当時の年ということになります。で、その作誕当時の暦がですね、卑弥呼の同郷に刻み込まれていました。まあこれは私がもう一年以上も前に発見したことなんですけども、大変な発見だと自分では思っていますけども、ほとんど注目されていませんので、まあ今年作誕当時の年ということもあり、改めて その時作りましたビデオをみなさんに紹介します。どうかみさん、もう一度ご覧になってください。よろしくお願いします。Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a c e d j a p a n It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Himiko and uh, her disk Miller. Which one of them uh, is uh, nearest to Himiko? This is the Miller, I think, or I'm sure. Minasan konnichiwa. Himiko ni ichiban chikai dōkō waどれかと言われれば私は迷わずこの dōkō をあげます。 なぜならばこの道教が沖の島で発見され現在は宗方大社のですねえ陳列室に国宝として陳列されているからであります博物館にですねえ沖の島からは数万点以上の2万点だったと思いますけども宝物が発見されておりますえ大社の M さんどうもありがとうございますこの資料は門外不出ですけども M さんに特別に送っていただきました。これがその同居なんで,す、ね、でまずまあここに英語で書きましたけどどうして起き残ししまうかということはこの続くビデオを見てください。で私はこの動機を見た時、まあ、とても驚くべきものだということをすぐさま発見しました。まず最初にしたことはこの周りをと取り囲んでいるこの細い線の数ですね。 私はこれを最初に数えました。部分的に薄くなっていて見えないところありますが、光を変いてみると見えます。この部分ですね。その数が365なんですね。太陽暦の1年の日数と一致したわけであります。これに驚きました。多分中央には地図が以前は彫り込んであったと思うんですけども、それは今は、 このようにボロボロになっています。とても残念です。さらに、この銅鏡にはですね、4つのメモリがついております。これを皆さん、考古学者の先生たちは模様だと言っておりますが、とんでもない間違いですね、これは模様ではありません。4, 4列のメモリ、グラデュエーションズがついております。それで私と Wi-Fi はですね、別々の場所でそれぞれ影響し合わないところで,ですね、この 正確に数えてみました皆さんももし確認なさるようでしたらビデオをその都度止めてですねご自身でご確認くださいこの白い点から白い点白い点から白い点というようにしてまず数えてそして後で合計してみたわけであります、まあ、白い点から白い点の手前一歩ですね一つまでを数えて後で合計してみました で私たちは大変注意深くこの数を数えてみました私がまずやった結果を皆さんにお見せいたします、えー、まず一番外側から、まあ、これ全部数えたんですけども4列数えました皆さんも数えてみてください右下部分ですね、まあ、小さくあのちょっと見にくいかもしれませんけど下にメモをしたのが私が数えた数字です左下部分ですね A が一番外側になりますで BCD ときて D が一番内側の三角形の数あるいメモリの数ですねこれが左上の部分ですこのようにして数えましたで今度はワイフの方も数えましてこれが右上の部分です数字が下に書いてありますね右下の部分です この同居の,、まあ、あの素晴らしい点はほとんど錆がないということですね多少すり減ってますけどもあの三角形についてはきれいに数えられますただあの細い線につきましてはです、ね、光がの当て,当て方によって線の部分が逆になるところがあるから注意してくださいね逆ってことはあの飛びあの出て凹凸部が黒くなり逆にいや凸部が黒くなったり凸部が,が白くなったりしますからね 注意してくださいそしてその結果もまた大変驚くべきものでした。驚きました。正直言って驚きました。まさにこれは国宝です。国宝にふさわしい同居です。卑弥呼が持っていたに間違いない同居であります。この黒いあの字の方は私が調べた結果です。赤い字はワイフが調べた結果です。全く一致しました。 そしてこの3つの数字を見てください。130、121、115、合計しますと366、すなわち、ウルード氏の1年の日数なんですね。1000の数が平年の365本、そしてこれが366個あるわけですね。何を意味するか。大変なことなんですね、これは。あの、めちゃくちゃつけた数じゃないんですね。じゃあこの133は何かということになりますね。133というのはですね、 19×7 なんですねこの19という数字には特別な意味があるんです。太陽、太陰歴の世界においては特別な意味があるんですよ。それは何かそれについては Wikipedia が詳しく説明してますので、まあ、読んでみてください。昔はですね、冬至を1年の始まりとしていたんですね。で、11月と。しかし、19年に一度、11月1日が、 当当時時になるわけですすこれを当時と言います19年に一度ですよ。で、7ウル同士の7ウルの周期を小と言ったわけですね。ここで19、7という数字が出てくるんです。その組み合わせについては、まだ私は謎を解けてませんけれども、まあ、この一行日中には解けると思います。まあ、日本もその 中国語の習慣に習って19年7ウルの原則に基づく暦が正確に運用されたということも書き記されております。これで19の意味がわかりましたね。で1 9る7は何か。もう皆さんお気づきだと思います。すなわち、この 中田大社の銅鏡沖ノ島で見つかったこの銅鏡はただの銅鏡ではないだから国宝に指定されてるんですね真ん中の真ん中明らかに地図だったと思いますよ残念ですねこの今、まあ、美術館といいますかあのちょっと正式な名前してませんがここにそれが飾られております 次のビデオを見てくだされば、なぜ沖の島かということがわかっていただけます。沖の島というのは、卑弥呼そのものの島と考えてよろしいわけです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。M さん、どうもありがとうございました。あなたに大変感謝しています。Thank you very much for watching. See you next time. Bye.Hello. This is Hiroshihayashi h a m a m a s i t y Japan. Today's story is about a very strange island named Okno、ok、島 .In Japanese, 皆さん、こんにちは。この情報は読者の一人の岡拓馬さんという方からいただきました。岡さん、どうもありがとうございました。岡さんが教えてくださったことはですね、伊勢神宮からまっすぐ西270度で行くと、o k n 島があるということです。大変不思議な島だ。 とといううことだそうですねで私実際に、まあ、伊勢神宮の内宮から270.00で、まあ、てかあの実際には269.67沖ノ島を引きますとその角度ですけれども270.0で、えー、沖ノ島の方に引いて線を引いてみました沖ノ島,島がありました、まあ、これが大変なあの島ということはということは驚くべき発見へとつながっていくわけであります。 これがですねあの今伊勢神宮から引いてきましたあの線なんですでこれが270、まあ、度真西ちょうど伊勢神宮の真西にあるということですねこれがその沖縄島ですまあ沖縄島というのはですね島全体がご神体とされているわけですね今でも女性は入ることはできないそうですそしてその毎年ですねその島に入れる人の数もですね200人に制限されているそうですでまあ,あの海の硝窯品 ということももからも言わわれてるわけです、ね、どうしてかというとなんとこの島から8万点に及ぶあ何て言いますか宝物の数々が見つかったわけでありますでそれらのほとんどがですね国,国宝級というか国宝,国宝に指定されているんですねまあこれが沖ノ島ですそういった意味で沖ノ島は、まあ、ただの島ではないということはこれで皆さんお分かりなと思いますがそれだけじゃないんですねこの沖の沖島の、まあ まあこれからちょっと財宝をご紹介いたしますけれども、まあ、こうした財宝がですね、まあずずまあ、8万点という図ですからあの半端じゃないですねえでなぜこんな島にこんなたくさんの財宝があったかということですけれどもそれは最後に皆さんにあのお話したいと思いますえこれが沖ノ島で見つかった財宝ですで鏡も,鏡も見つかっているんですね この鏡ですまあ少しちょっと記憶に入れておいていただくと結構あのいいかと思いますまあ普通の財宝じゃないですね当時としてはもう最高級というかまあ、ありえない財宝だったと思いますがそれだけではないんですねこの沖ノ島のあの沖合にはですね海底何、えー、て言いますかあの海底のですねあの 遺産というかなっていますかあのが残ってるんですねこの中の階段だそうですあのどこかの大学の先生があの調べられましたここの写真はひもろぎ商用っていうかあというホームページからあのあの転用させていただきましたでこの柱がありましてですねそしてこれはずっと螺旋階段になっているというんですこれどこかの大学の先生がですねまあその 様子をですね、あの、示しておられるところだそうです。テレビからのあの画面だった、あの像だと思います。で、こういうふうに、まあ、普通の、なんて言いますか、あの海底遺跡ではないと。まあ、そういうことなんですね。で、私が私なりに調べてみました。ここが西戸原です。で、沖ノ島が上にあります。で、その途中に太宰府天満宮があるんですね。で、沖ノ島と西戸原をつないでいますと、あの。 座台普天満宮です。その。えっ、ー、と、斎藤原はですね、あの桜島とあの豊田和漢を結んだ戦場にとりました。で、これが座台普天満宮ですで。誤差はですね、1.8キロ1800メートルなんですね。あのー。 今の沖ノ島と斎藤原をつないだ線との誤差。で、これがですね、エイブベリー。あの最近私はエイブベリーを使っています。どうしてかというと、あのウェストポールから30.00で行きますと、ストーンヘンジではなくて、エイブベリー行くんですね。ですから、エイブベリー。エイブベリーはあの、あの日本と非常に、ね、関係が深いです。あのいろんないろんなところとつながります。このエイブベリーと今日も沖ノ島をつないでみました。あの そうしますと、ですね今度はその線がですねエーベリーと沖ノ島をつなぎますと、この線が太宰府天満宮を横切って、そして埼玉原へと来るんですね。ただ、ト玉原はやや広いですから、あのもう少しあのあの前後すれば、まさに太宰府と重なるわけです。前後ってことですあのここが太宰府天満宮ですね。その横を通っています。 まあ先ほど言いました、ね、エーフェリーというのは足鶴岬とも関係ありますし、日本の,あの神社群例えばあの稲荷神社とも関係があるんですよ。それはまた別のところであののあの話しました。これ、誤差が760メートルなんですね。まあ、あのこういうふうに、まあ、日本という国は世界とのつながりもあるということなんですね。エーフェリーはあの、例えばあの、 モヘンジュ太郎ともつながっているというか関係があるということなんですね。で沖ノ島と今度はですね、埼玉をつな,ぎつないでいます。ここが斎藤原ですね。そしてこの次に今度は出雲大社ともつないでいます。これは本殿の,あの,あの中心部ですね、つないでいます。で今度は伊勢神宮ともつないでいます。 ここにきれいな三角形できますが、この伊勢神宮ですね。この伊勢神宮は内宮のやっぱり本殿の,あの中心とつないでみます。で、それぞれの距離を測ってみますね。特にこの赤い線が注目,注目、に注目してほしいと思います。これが268.57、265.62で2.95ですね。あの誤差が。で、ここなんですね。この出雲大社から、あのー、 藤原それから伊勢神宮の誤差はたったの3 6 0ルそしてその線はですね先ほど言いましたあの足ずる岬の,あのストーンヘンジと通るんですよ。そしてその足ずる岬のストーンヘンジはエーブベリーと関係がある。そしてその角度がですね92度と93度なんですね。あの今出てきますけども、これ、ですから全く相似系であると。まあ、これはあの角度については一度の違いがありますから、まあ、ともかくとしましてですね。 あの極めて数学的幾何学的に作られているとでここに太宰府があります宇佐神宮があります斎藤原がありますこの3つを見てもうお気づきの方も多いと思いますけどもその理由は後で話しますがお気づきの方も多いと思います。 そしてこの横の線は真西へ行くんですね。270.00。明らかに計算されてますね。そして縦の線は、埼玉は90.00で、南、まあ、に行くんですね。明らかに計算されている。そして B の長さは、B の長さを2倍すると A の長さになる。誤差は30メートル前後だったと思いますよ。これらの事実から、いいですか、先ほどずっとお見せしました宝物は、卑弥呼のものだということが証明されるわけであります。 まあ現在あの先ほど言いましたように沖ノ島,島には人は入りませんので九州のこの大社にあの宝物殿というのがありましてえそこにあの陳列されているそうでありますこれがその神社ですね、えー、ひ宝物殿が新宝殿 これそうですね。神の,あの宝と書いたところですね。もう今言いましたように、これらの宝物は卑弥呼の、まあ、隠,れ隠,す隠,す隠れ財産といいますかね。海の正倉院と言われていますけども、卑弥呼が一生懸命隠したんでしょうね。はっきり言えばそういうことです。じゃあなぜ卑弥呼の 宝物であるかということは、次のビデオをご覧になっていただければ納得していただけると思います岡田まさん、どうもありがとうございました。Thank you very much. These treasures belong to